立憲民主党川内博士特措法で人権制限とデマ。本日、立憲民主党の川内博士さんが、新型コロナウイルス等特措法を日本政府が改正し、COVID-19 に対応しようとしていることについて、特措法によって人権が制限されると主張してしまいました。まあ、その他にもデマが流されておりますが、 この新型インフルエンザ等特措法によってできるのは、緊急事態宣言を行った場合でも、国民に対する要請のみでございます。人権制限を行う権限はございませんので、立憲民主党には、川内博さんには、直ちにこのようなデマを撤回していただくように、 お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。